グレートブリテン島の小さい家グレートブリテン島の小さい家またはキーハウスはウェールズのコンビの貸しにある観光名所である。家は床面積が3.05メートル1.8メートル、高さが10フィート2インチで16世紀から1900年まで住宅として使用されていた。名前の通り、これは英国で最も小さい家である。 1900年まで家は住居として使われており、この時の所有者は身長6フィート3インチのロバート・ジョーンズという漁師だった。部屋が小さすぎたため、彼は家の中で完全に立つことができなかった。結局、議会により家が人間の住居に適さないことが決議され、家を出ていくことを強いられた。家は未だに彼の子孫によって所有されている。 2006年6月には家の付近で道路工事が行われ、家を訪れる観光客が50%減少した。家は現在赤色である。コンビ城壁の近くに建っており、1ポンドで入場できる。内部には家に関する情報が展示されている。2階は非常に狭く、1台のベッドと横のキャビネットしか置く、余地がない。観光客は2階を歩き回ることはできないが、 踏み台を使って見ることができる。家にはちょうど一台のストーブ、給水栓、キャビネット、ベッドを置くだけの空間がある。ありがとうございます。